皆さんおはようございます。妙高220ポンド、体重100キロの松原妙高でございます。今日はですね、インスタ 360-1X のですね、修理が終わって帰ってきたという動画を撮ってみたいと思います。インスタ 360-1X、今これを2っていうのが出ましてね、防水機能であったり、それから録音なんかもね、これよりいい感じで撮れるというものなんですけれども、実はこのレンズこちらとこちらとね2つついてまして、先般ある方に貸しましたら、この下に右三脚つけてたらしいんですけれども、倒れてですね、アスファルトでレンズに傷がついてしまいました。借りた方がですね、弁償するということをおっしゃったんですけれども、そんなことはね、まあ、なんていうんですか、織り込み済みの話なんで、できれば、傷つかずに帰ってきてほしいなっていうのが、まあ、それは本音は本音なんですけれども、そんな、まあ、最悪傷ついてもね、仕方がないというような思いで貸してましたので、まあ、修理はいいですよということで、部屋の中でねチェックしてみたら、そんなにね傷のところがね目立たないっていうか、こちらのレンズにはひどい傷が3箇所入ってました。そのレンズで撮った動画を iPad で確認したところ、そんなにね、そんなにっていうかほとんど目立たなかったんで、まあ、いやよかったと思って、映り込まないわと思ってたんですよ。それどころ、まあ逆に言えばですね、よくそんな大きな傷が入ってるのに、映り込まないなぐらいの感覚でしたんですけれども、でその後ですね、この 360-1X を使ってですね、ある展示会っていいますか、個展に行ったわけなんですけれども、その時に撮った動画をですね確認しましたところ、特にですね炎天下って言いますか、お日様の下で撮った画像にですね非常に目立つって言いますか、傷がですねすごく目立つ動画になっちゃいまして、これはいけないなと思ってね、まあ修理しようということになったわけです。で初めにインスタ360のですねホームページから修理のところへ行きまして、で修理の申し込みをこう順番にしていったら、なんかコード番号が必要だと、でコードの番なんかね修理のコード番号みたいなものが必要だということになりまして、チャットかなんかで、ね、連絡取ってみたんですよね。メールだったかもしれませんけど、そしたら親切に番号などを送ってくださいまして、でこれ4月に実はそれをね4月に送ってるんです。4月に送ってですね、もう5月でしょ。4月ゆうたくんのあれ個展はいつだったっけ。3月か3月に送って、やっと昨日ですよこれ戻ってきたの。本当、まあその間ね、なんですか、実はねその修理のために送った先は東京なんです。東京のインスタ360の会方へ送って、でそこからまたですね、本社なのかよく分かりますけど、海外の方飛びましてね、で傷の状況を見て、いくらぐらいの費用がかかるけど直してもいいかというようなですね、まあ質問っていいますか確認があるわけですね。で片方だけね傷ついてただけだと思いましたら、このカバーのねはめたり外したりすることによって、両面ね細かい傷がついてるってことで、もう両面修理ってことになりまして、片方だけですとね7000円ぐらいなんですけれども、もう両面修理ってことになりますので、1万円超える、1万円ちょっと超えたかな。そこからちょっと割引があって、まあほとんど1万円っていうぐらいのことなんですけれども、まあそういうことで修理してもらいました。昨日帰ってきた時にですね、実はどういうわけかこういうおまけが入ってました。これ何かと言いますと、バッテリーです。大変お待たせしましたって、
これプレゼントしますっていうことでバッテリーが入ってました。これバッテリー買うと、まあ、4,000円ぐらいするかな、4,000円ぐらいすると思うんですけども、まあ、これでですね、実質6,000円ぐらい、これをこの修理とこのバッテリーで1万円でこう直ってきたというようなそんな感じですね。傷ついたレンズで撮った動画につきましてはこの後ですねちょっとだけご覧いただきたいと思います。またその動画はですね個展をやられた渡辺さんにですね、動画を出していいかということを確認してませんのでその辺の確認が取れ次第ですね動画はアップしてみたいと思います。ご視聴ありがとうございました。